はい、皆さんこんにちは、いつもご視聴ありがとうございます。今日はね、4月の20日になります。はい、曜日は土曜日となります。はい、今日もね、ちょっと日中本当に、ポカポカしてね、本当に暑い一日でした。まあ、夕方からね、ここに、持ってきてね、今少しね涼しくなってはきましたが、まあ、本当にね、一日暑かったです。はい、本当ね、もうこの勢いでなんかね、なんか真夏日とかに来ても本当に暑い一日がね、ずっと続いたりするんじゃないかなと思ってるんですが、まあね、本当早くね、気温の方もね落ち着いてくれてね、まあ多分今年もね、夏は暑いと思いますがね、冷夏になってくれることをね、ちょっと祈っておりますがね、はい、まあ、なかなか多分ね、難しいんじゃないかなと思います。はい、まあね、それはそうとね、本当、ニュースでね、ちょっと見たんですがね、まあ野球好きにね、にはね、ちょっとね、本当なんかすごいものができるんじゃないかなっていうね、話がね、ちょっとね、2つほどありまして、昔ね、本当東京のね、築地があったところらへんにね、なんかね、まあ、新しいね、本当、まあ、5万人収容ぐらいがね、できるね、なんかね、野球場がね、なんかできるんじゃないかっていうね、本当のニュースの中にね、噂がありました。はい、もう本当ね、小さい時からね、野球を見ててね、東京ドームはね、もう実はね、本当結構なね、老朽化があってね、まあ、まさかね、東京のね、東京ドームがね、からね、なんか巨人のね、球団がね、なんかそっちの球団に、新しい球場にね、移るんじゃないかみたいなね、なんか噂もありますがね、本当ね、なんかすごくね、楽しみだね、本当ことでね、なんかね、もし出来上がったらね、なんか多分ね、周りにもね、商業施設とかもね、多分できるんじゃないかなと思うんでね、なんかもしね、できるようやったらちょっとね、まあ、初めてね、東京スカイツリーとかもね、行ってみたいですね、なんか本当、なんか一回行ってみたいなっていうのにね、またね、なんかほんとそのままね、頃になったらね、また新しい情報とかね、入ってくると思うんでね、またね、なんか近くにおられる方とかおったらね、なんかコメントでね、なんかほんとインスタとかね、 X とかでもね、なんか教えていただけるとね、なんか嬉しいなって思います。あとはね、もう一つはね、まあ大谷翔平さんのね、ハワイにね、ほんとリゾート地にね、なんか土地を買ってなんかお家を建てるみたいなね、話がね、本当ね、まあ本当今年に入ってね、本当いろいろバタバタしてね、まあ本当に、大変だったと思いますけどね、本当癒しのねできる空間がね、本当にまあ本当にそういう場所がねできてね、ゆっくりねできたらなっていうね、ゆっくりねなんかしていただいたらなっていうね、本当ファンとしてはね思いはあるんでね、またねそっちの方もねなんか楽しみであります。はい、ちょっとね、まあ、通ります。はい、またね、本当、なんか、いろんなね、情報とかあったらね、なんか、またそちらの方もね、できればなと思っております。はい、まあ、そんな感じでね、本当ね、まあ、本当、農家の方はね、本当、こうやってね、これはね、麦畑でしょうかね、これからね、収穫のね、時期とかもね、多分来るんじゃないかなと思うんですがね、またね、ほんとこれから暑い夏をね迎えるのだってね、ほんと体調管理はねしっかりしていかなきゃなっていうふうにね、改めて思います。はい、行こう、はい、行くよ、はい、行く、はい、はい、はい、またね、ほんとこの後もね、お散歩しっかり、はい、しっかりしてね、ゆずこの管理のね、はい、体
調管理の方もねしっかり見てあげたいと思います。はい、ということで、ね、今日もお送りしてまいりました。はい、またねこの後の時間もね週末でね皆さんエンジョイできると思いますんでね、お体に気をつけてね皆さん、この後のお時間をね有意義にお過ごしください。またねチャンネル登録またコメントまたいいねなどお待ちしております。ではまた明日お会いしましょう。バイバイ。